どうもあゆたろうチャンネルのあゆたろうとほたんです。はい、お願いします。ということで今 K スポーツに来ているわけなんですけれども、あの K スポーツにねこの秋あの新商品が続出してるということで、社長さんのとこにレッツゴーしましょう。レッツゴー。じゃあ入店入店。いらっしゃい皆さんいらっしゃい、おはようございます。ケースポーツ石森でございます。かっこいいですねそれ。これかっこいい。これかっこいいです。これも新商品ですか。新商品。バドミントン界の英雄のリンダーン選手、限定モデル金色でなんかこう星ついてるんだよね。この星がで、これ星、この星なんか意味あるんですか。なんかね世界大会取った数の星みたいな、すごくないですか。ってことで今日はですね、あのこの秋新商品がなんか続出してるらしいんで、商品紹介してもらおうかなと思います、はい、よっしゃ、紹介してみましょう。とりあえず2階にじゃあ行きましょうか。はい、お願いします。レッツゴー。レッツゴー。この秋売れる商品はこれだ。イエーイということで K スポーツさんにね、この秋に出る新商品が続々と入荷したということ で、ね、商品紹介をしていきたいと思います。でなんでこのような動画を撮るかというとですね、まあこれからに向けてやっぱ先駆けですよね。このこれから秋に向けてどんなものを買えばいいのかとか、どんな服があるのかっていうのをね紹介したいと思いまして、この動画を撮りました。着るもの部門。着るもの部門、はい、この秋に着る服はこれだということで紹介していきたいと思います。あゆたろうチャンネル。はい、じゃあまず新商品、僕が着てるのをこの秋出るウォームアップ、ね、ウォームアップですね。こんな感じですね。これ今僕が着てるので L サイズですね。あのね、この特徴は生地がまずいい、はい、柔らかい生地、ヨネックスのマークが入ってて、まあ、こんな感じになってますね。これね、あの間違っちゃいけないのはスリムタイプじゃないので、あーちょっとじゃあダボッとした感じ、ダボッとしてるので、はい、サイズを普通の L とかって買っても、まあこれあゆたろう着てるの L サイズなんですけども、はい、ちょっと大きい可能性がある。最近こうアスリートフィットっていうか、あのキュッとしたのが流行ってるんですけど、まあ、またちょっとまた違ったダボッと ゆったり着たい方におすすめかもしれないですね。次石森さんが着てるやつ、はい、こちらもウォームアップでいいですか。これウォームアップで、よく中学生とかウィンドブレーカーですね。はいはい、ちょっとシャカシャカ系ですね。シャカシャカ系ですね。あ、ちょっと 薄い。ただあの去年までのウィンドブレーカーとちょっと違うところは、このウィンドブレーカーの生地なんだけども、昔はなんかもうちょっとゴワゴワしてるっていうか硬かった。そうですね、なんかこう分厚いイメージがありました。そうそうそう、今年のはなんか柔らかい。ちょっと触ってみて。本当だ、ちょっとなんかウィンドブレーカーが柔らかくなったんです。中学生とかもなんかその、ね、着やすくなったんじゃないかな。 L サイズこれから中学生とかね、そうそうそう、あの団体で買う際にはね、こちらすごいいいと思う。チームとかで結構揃えたりね、はい、学校の体操着の上からこれを着て練習する。皆さんあの、まあ、団体で購入する際にはね、あのこちら揃えてみてはいかがでしょうか。はい、そしましてエナタンが着てるのも、こちらこれすごいかっこいいのよ。オープニングで石森社長が着てたやつなんですけど、これ普通に飲みに行けますね、これでこれ私服に行けるね、これ。ちょっとなんかあの人気のカモフラ柄っていう、まあ、こちらもあるので、まあ、女の子も、ね、赤色とあと黒2色あるんで、男の子も女の子ということは、あのこの他にもね、いろいろ服もまだもっといろいろカタログに、ね、今日着てない出てる商品はどんどん出てるんで、まあ、この他にもいろいろカタログにはあるものはお店にあるので、はい、あの詳しくはね、あの概要欄に K スポーツさんのネットショップでいいですかね、そうネットショップの URL 貼ってありますので、そこからバンバン購入お願いします。ぜひぜひ。僕らが着てるのもいっぱいある。あゆたろうチャンネル。はい、続きましてラケット部門いきましょう。ラケット部門、はい、はい、じゃあラケット部門なんですけれども、まあ僕が持ってるのはおなじみのジオブレイク。ジオブレイクもこちらのお店あのたくさん置いてあるので、あのジオブレイク購入の際にはねお買い求めください。で K スポーツさんでラケット購入すると、なんとあのガットがただという、ストリング代ただというね。ストリングもただですか。ストリングもただ、針代もただということで、ね、はい、すごいお得なんで、じゃあもうここで買わなきゃ、そうここで買わなきゃもったいない、ね、ぜひよろしくお願いします。お願いします。でみほたんが持ってるのがディオスの 50C。水野さんから言ってるディオスの 50C、 こちらこれ新色なんですよ、ね、あ新色なんだ、皆さんに新色で、すごい今までも出てたんですけども、ちょっとイエロー系っていうか、うん、はい、今日いい色ですね。いい色ですよね。で社長が持ってるのはエフレザーの 5S
15V、 まあこれも新色出たんで、はい、ちょっと似てる、そうだね、新色同士で色は似てるっていう、そうだね、まさかのでこちらラケットもすごい豊富に置いてありますので、はい、まあ、僕の動画をね見てくれてる方は分かると思うんですけど、店内の様子とかで、ね、結構映ってると思うんですけど、すごい品揃えが抜群に本当にいいので、ありがとう、めっちゃあるよね、そうめっちゃあるんで、お店に来ても揃えれるし、まあ、あとネットショップでもね、はい、いっぱい揃えれるので、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、はい、そうしまして次はシューズの方を紹介していきたいと思います。あゆ太郎チャンネル、はい、でこの秋売れるシューズはこれだということでね、まあ、こちらいっぱいあるんです、これ全部新しい、そうですね、この秋、はい、もう出てる、もう出てます、もう出てます、これは俗に言うインターハイモデル、おお、そうなんですね、インターハイで中学校がねみんな履いてた結構シューズかなと思います。ミズノのウェーブエクシード 3で、これは3位のシューズなんです、こんな感じっすね、すごい、この柄が何とも言えない、水野さんのシューズはね結構ね履き心地がいい、ちょ軽いっすよね、そうシューズ自体も密着感もあっていいと思います。あゆ太郎のこれ持ってるのがスーパーワイドって言って幅太い人用というか 4E になってる、だからここが太い、足のところが太い人でも痛くならないってことですね、そう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 、履きやすいシューズ、これは 3E のワイドタイプ、よろしくお願いします。この他にも 2E もあるんで、はい、はい、お願いします、ぜひ人それぞれ合ったサイズがあるということで、そうですね、お願いします。まあシューズはね結構やっぱなんだかんだ言ってでも履いてみないとわからない部分はある、はい、じゃあ続きましてヨネックスのこれも人気のフュージョンレブ3、フュージョンレブ3の新色ですね、これすごい色ですよね、これレッドの色があったんですけど、はい、インターハイというか、おお、これすごい夏に向けて出たカラーになります。ね、このウィンドブレーカーを着てこのシューズだったら色バッチシですね、なんかもうコーディネート的に最高コーディネート的に最高、あゆ太郎チャンネル、そしまして最後に、まあ、Kスポーツ部門ということで、Kスポーツオリジナル商品を最後紹介して終わりたいと思います。はい、そしましてKスポーツオリジナル商品のこの秋売れるKスポーツ商品はこれだということで、まあ、こちら僕らが持ってるのあるわけなんですけれども、じゃあまず僕のから、こちらハーフパンツ、ここにKスポーツさんのマークが入ってて、ヨネックスのマークが、まあ、コラボ商品ですね、ヨネックスさんと。で、生地もね、すごい薄くて、動きやすい感じになってます。で、今までのハーフパンツと違ってね、ちょっと形状違うんですよね、これ。ちょっとゆったりした形状になってて、すごいかっこいいし、おしゃれなデザインになってまして、生地も細かい模様が入ってるんでね、すごいかっこいいと思います。こちら僕も履いてるんで、ぜひぜひよろしくお願いします。秋なんで、ちょっと肌寒い方に ね、2人が持ってる、こちらライトパーカー、ライトパーカーでーす。まあ、ネイビーとブラック。あと、この他に、ブラック、ブルーのやつもあるんですけど、ちょっと薄めのパーカーさ、これめっちゃ良かった、これそうね、着てたね、ちょっとね、肌寒いというかね、ちょうどいい、この時期にちょうど着やすそうなパーカー、ウォーミングアップする時とかもね、すごいちょうどいい、いいですよね、薄さなんでね、動きやすいと思う、こちらがKスポーツさんのオリジナル商品となっておりますので、この他にもね、前からね売ってるやつとかもいろいろ置いてあるので、はい、まあ、そちらの方はね、ネットショップの URL 貼ってある、まあ、貼ってありますので、そちらの方でご確認よろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします、はい、はい、最後にこちらね、ネットショップ、Kスポーツさんのネットショップを担当してるネット店長に、ネット店長登場してもらいましょう、ネット店長、はい、ありがとうございました、おっす、紹介、はい、よろしくお願いします、はい、オンラインショップ店長のあおす、はい、はい、ということで、どこにいればいい、概要欄の方にKスポーツさんのネットショップの URL 貼ってありますので、ぜひぜひそちら、あ、これどういうの、それブーだからそちらの方ぜひぜひね、ご購入よろしくお願いします。まあね、ここには載ってないね、秋冬商品がどん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 入ってくるんでね、うん、で、はい、担当は赤魔王がやってます、赤魔王が、はい、この筋肉生かして、まあね、いらねえ筋肉、乗ってない商品とかはどん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 質問というか問い合わせでもらえれば、はい、答えてくれるんで、ぜひぜひ皆さん、ぜひぜひよろしくお願いします、よろしく、ということで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします、この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンお願いします、ということで次回の動画でまたお会いしましょう、せーの、バイバーイ。